源氏物語巻名目録は、源氏物語の巻名をその巻序に従って並べた文書である。独立した文書として、あるいは何らかの文書の一部分として、源氏物語の巻名をその巻序に従って並べたものが古くから存在しており、これを、源氏物語巻名目録と呼んでいる。源氏物語目録や、源氏目録、あるいは単に、 目録とのみ呼ばれることもある。巻除に番号を振ってある形式と番号を振らない形式とがある。単に巻名のみを並べただけの基本的なものから、並びなど特殊なつながり方についての中期を加えたもの、巻名の由来、異名、年率、巻名歌、さらには巻の簡単な公害などを書き加えたものまで、様々なものが存在する。 独立した文書として存在することもある他に、源氏物語の写本の冒頭や末尾にあったり、注釈書、公害書、源氏物語固形図、源氏物語巻名家、古実書など様々な書物に含まれる文書としても存在する。通常は切立つから始まり夢浮き橋に終わるすべての巻名を列挙してある場合のほか、巣、守るや、 桜人などといった特に通常とは異なる部分の薪名についてのみ記述してある文書も薪名目録に含まれることもある。この薪名目録を調べることによって、その薪名目録が寄って立つ源氏物語の薪の並べ方を知ることができるが、古い時代の薪名目録にはしばしば現在、知られているものと異なる薪書が記されているものが存在しており、 その巻名目録が表された当時の源氏物語の巻名や巻城を知ることができる。またさらにはそこから源氏物語の成立事情に迫ることができるとする見方もあり、源氏物語の成立や教授史の研究においての重要な研究対象の一つになっている。このような源氏物語巻名目録がいつどのようにして発生したのかは明らかでない。 この点で注目されるのは、部分的に残存する鎌倉時代の源氏物語の注釈書、光源氏物語本字において伝えられる、さらしな日記の一文の中に、同日記の作者である、菅原高須女が1020年頃に、源氏物語を初めて読んだ際、光源氏の物語54条にふぐしてと、ふと呼ばれる何らかの書き物を手元に置いて、源氏物語を読んだ。 とする記述がある。光源氏物語本時の著者である両語なる人物は、当時の有識者に対してこの、負が何であるのかについて尋ね回っており、人々の回答を記録しており、経図であろう、注釈書であろうなどとするいくつか回答がある中で、堀川昌光雨、林智氏は、目録であろうとしており、もしこの、負が、源氏物語の巻名目録であるとするならば、 源氏物語巻名目録は、源氏物語が成立してからあまり遅れることなく、生まれていることになる。現在のものと異なる内容を持つ古い時代の、源氏物語の巻城を反映していると見られるため、研究上重要な巻名目録とされるものとして、以下のようなものがある。鎌倉時代から室町時代にかけて、古実書と呼ばれる、ジャンルの書物が数多く作られた。 これは当時の百科事典などと説明されることもあるが、その中に書かれている内容の多くは、ものや事柄を特に何の説明も加えずに何らかの正しいとされる順番に沿って列挙しただけのものである。この中に、源氏物語の巻名目録を含むものが数多くあり、それによって当時の人々にとっての源氏物語の巻城を確認することができる。 白蔵子の巻名目録現在内容を確認することのできる成立時期の最も古い源氏物語の巻名目録は古実書の一つ連獣章の遺本とされ、正時年間頃に成立したと見られる白蔵子に含まれているものである。この巻名目録は現在とほぼ同じ源氏物語の巻名の存在を確認できる最も成立時期の早い資料でもある。 本書の現物そのものは、高野さんに伝来していたものを、東京帝国大学文学部国文学研究室において調査中に、関東大震災によって消失したが、その前に撮影された写真によって、現在でも内容を調べることができる。この巻名目録は以下のような内容になっている。この目録は以下のような特徴を持っている。10 悪田賞の巻名目録古実書、10、悪田賞に収められた、源氏物語目録部第30では、通常の巻序と異なるものとして、といった記述を持っている。なお、上記の、意図はおそらく異分ないし、妙を意味すると、考えられている。ため氏本源氏古経図の巻名目録ため氏、本源氏物語系図は、二条ため氏筆と伝えられる。 成立時期の古い代表的な源氏物語古経図の一つである。本古経図はその末尾に巻名目録を持っているが、その目録の最も特徴的な点は、目録末尾に、切立壺から、夢浮き橋まで55条と通常の54条より1条、多い55条という条数を記していることである。この目録では通常、宿り儀と記されているところに、か、 小鳥や鳥木と記されており、顔鳥と宿り木を別の巻として数え上げているために、全体の関数が通常より1条、多い55条になっていると考えられる。源氏63種の歌本歌集は現存する唯一の写本に含まれている、歌の数は62であるが、様々な理由から本歌集が前提としている、源氏物語の関数は、 表題通り63条からなると考えられている。本家集での巻所は以下のような特色を持っている。ありがとうございます。